2つのコンテナに詰められ館南西のジャングルに隠されている。まもなく現地に敵の回収ヘリが到着する。それより前にコンテナを見つけ出し奪取するんだ。その一帯を警備しているのはゼロリスクセキュリティだが、彼らを雇ったのは XOF だ。コンテナが敵のヘリに回収されたら資料はサイファーの手に渡ることになる。何としても阻止してくれ。それからボス、コンテナを回収するには貨物用のフルトン回収装置が必要だ。端末から開発と補給を指示してくれ。どうかお気をつけて。待て。最悪の事態は回避された。
離脱するんだ。ヘリを呼んでくれ、または陸路でミッション圏外へ離脱するんだ。おお、ミッション完了だ。ボス、見事だった。コードトーカーの研究資料は無事回収。隔離施設の医療班が厳重に保管した。彼らの生態中研究の役